演舞開演。どうも本日はこちらシャトレーゼのきな粉たっぷり黒蜜みたらし団子を食べたいと思います。で、黒糖、黒蜜じゃない、黒糖みたらし団子ですね。糖みたらし団子、みたらし団子にきな粉が入ってるって珍しいですね。1種類じゃなく2種類で勝負するということなのでしょうか。ではいただきます。ええ、確かに珍しいですね。少なくとも私は今まで聞いたことがある中に入っているきな粉はとっても香ばしくて、それがお醤油だれとうまく絡んでいます。まるでわらび餅を食べているような感覚ですが、わらび餅の黒蜜だれともまた違う醤油の味が入っていることで、ただのみたらし団子ともわらび餅とも違う味わいを出していて、とっても美味しかったです。なんだか独特なみたらし団子でした。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。